トレーニングもあります。これはですね、まあ、体重計に足を乗せるときにうまくバランスを体重計の上に足を乗せてくれるように動かすようなトレーニングと、あとは家庭用です。家庭用ですか、昼のトレーニングになります。これが横向きのトレーニングといいまして、まあ、左右できるんですけども、まあ、象とかキリンとかっていう体の大きな動物って後ろ側にアプローチするのがすごい大変なんです。こうなった時には後ろ向きに後ろも触れるようにっていうことで、横向きに動きにしているトレーニングになります。まあ、後ろの柵とか足の柵というのがですね、あと一方で段差が剥がれたりとか